じゃ、うちのお父さん、ビジュアルはすごいさ、いいんだよ。顔すげえかっこいいのね。てか、うち、俺、自分で言うのなんだけど、お父さんと俺そっくりなの。本当に。顔かっこいいんだよ。すごい。なんか自分で自分のこと褒めてるみたいで嫌だけど。ジュはイケメンじゃないけど、いい顔してるよ。あ、嬉しい。そうなんだよね。俺さ、すごいかっこいいって言われることもないんだけど、結構、万人の及第点を取ってるっていう顔だから、それお得なんだよね。俺すげえ、もう絶対純ちゃんが一番かっこいいって言ってくれる人は本当に少ないの。ただ、まあエッチしてもいいかなっていうラインは超えてるっていう。みんなの結構万人の女の、まあこれぐらいだったら顔はまあギリギリエッチしてもいいかなっていう、妥協点は超えてるから、すごいね、幅広く女の子が遊んでくれるというか。都合のいい顔なんだよね。プライドも高くなりすぎないし、なんか例えばさ、顔すげえかっこよかったら多分さ、顔に関する悪口とか言われたらさ、結構ピキっちゃうじゃん。俺あんまそういうのないのね。とか、ビジュアルに対するプライドとかってほとんどないの。二十歳ぐらいの時に周りの男の人がみんなかっこよくて俺一番モテなかったから。なんかそういうもんなんだろうなと思って。で、まあ自分の顔はすげえ好きなんだけどね。すっごい好きだったんだけど、ナルシストだったんだけど、かっこよくはないんだろうなと思ってたんだけど。ただ結構ね、合格点を取る顔だなって。すごいね、都合のいい。俺も結構いろんな女の子と長くしたいから、都合のいい。俺の性格に合ってる顔だなと。思います。とっつきやすいだろ。なんかちょっとデート誘われても、うわ、キモっとも思われないし、あ、かっこよすぎて緊張しちゃうとも思われない。まあ別にちょっと、一回飯行くぐらいならいっかっていう顔してて。一回飯行っちゃったら、もう、こっちのもんというか。ゴロリはどんな感じなの？ゴロちゃんはあれだよ。すげえ、顔に関しては、B 線だったから、馬みたいな顔が好きだった。キリンの川島が好きとかいうやついるじゃん。馬顔が好きだったから俺のことかっこよくないって言ってたけど、俺はなんていうのかな。自分の中で都合のいい解釈してたよ。こいつ B 線なんだなって。俺の顔嫌いってやつは B 線なんだなっていう勝手に。だってそうでしょ。みんなから比較的かっこいいよって言われる俺の顔を嫌いってことはそいつセンスないでしょ。だから、なんか、その自分の彼女の、審美眼を測るときは俺の顔見せた方がいいよ。俺の顔見せて、あ、まあまあ、まあかっこいいんじゃない？とか、あ、全然、まあ好みじゃないけど、イケメンだと思うってやつはもうまともな精神してる。うわ、全然かっこよくないってやつはもう本当に俺、絶対信用しない方がいいと思う。絶対ね。絶対俺はそう思います。俺はもうそこは頑としても譲らないんだよ。頑としても。お前別にかっこくれたら普通だよ。多分さ、そうなんだよ。その悪い評価でそれっていうかさ。悪い評価でな。うん。悪い評価でそれ。趣味じゃないけどイケメンってやつは多そう。ちょ、違う。もう趣味じゃないっていう人があんますごい。あ、まあまあまあ、いいかもねっていう。ね、もう時間経っちゃったの。一回ぐらい延長しとくか。せっかくだし。せっかくやし。いや、ブスって言われたこともちろんあるよ。もちろんあるよ、そんなの。当たり前じゃん。でも、すごい少ない。だから、普通からちょっとかっこいいぐらいの、すごい都合のいい顔してんだよ。すごい都合のいい顔。すごく都合のいい顔だよ。マジで。都合のいい顔してますね。ミキとは最近どうだ？別に仲良しだよ。この前も犬に会いに来てたし、犬に会いに来てたよ。ほぼでもいい味出してんだよな。これで何にもなかったら、なんていうの？多分俺ナルシストだったんだよ。そこ、ほぼでやることによってやっぱニコ生でも話せるわけじゃん。俺だって顔出しする前から、ほうれ出てて、うちゃなちゃナンバー出てるよっつって、ちゃんと詳細伝えて、俺が顔出しする前に書いたみんなの加藤純一像とぴったししとったでしょ。俺だからそれで自分のことを正直に伝える能力に長けてるんだって、本当に。すごくし、で、だからこそ言うけど、俺はすごく幸せな人生を歩んでるんだよ。だからそれを信じてくれ。あいつなんかネットで強がってんじゃねえのって。ねえ、なんか、しかもさ、それでさ、俺ってダメだなっていうのもなんか、いやらしいじゃん。多分幸せなんだし。
なのにさ、なんか俺って全然ダメなんだよな、みたいな。もうそれ大嫌いだから。そう、あのギャル男のやつ。あんな昔の俺にそっくりだからな。ほんとに。昔の俺に。そっくりだからな。ちょっとブスの巨乳が一番抜ける方、あ、そうそう、それね。